プリンセスリーグ C ブロック今回の紹介選手城田美代プロです。ズルしない、よろしくお願いします。よろしくお願いします。プリンセスリーグもねもう半分以上終えて残すところあとねわずかになってきましたが、はい、プレーオフ準決勝に向けてまだまだポイント目があるミョンヌ目があるかな、はい、あるよ。プラスにできれば、うん、はい。ここまでの戦いぶり振り返ってみてどうですか？1日目は結構落ち着いて1節目は落ち着いて打てたかなって思って、うん、ポイントもプラスできて、うん、やったこのままいくぞって感じだったんですけど、うん、そうなんだよね。2節目が結構ガクってマイナスしちゃって、うん、やっぱりポイントを追われる立場っていうのもあるし、なんかその中でうまく自分の麻雀できなかったなっていうのがありました。反省してたってこと終わった後は反省してたでそう残まだ戦いはあるので、うん、その反省も生かしどんな風に打とうかなって思ってます。あでも本当周りとかを気にしないでおそう気にしすぎちゃったの？そう気にしすぎちゃって、他の人のポイントとかも結構気にしすぎて、うん、自分のポイントももちろんだけど気にしすぎてダメになっちゃったかなって思ってるから、今日マイナスになったとしても自分が納得いく麻雀の方でポイントよりも麻雀が納得いく内容で打てればなって思ってます。それが一番ですよね、うん、毎日いろいろなね対局してる中で自分が納得しなきゃね、そう続けていくにもねしんどくなっちゃうから、ね、そうだよね、はい、えじゃあまだまだもう明るい姿が見れてちょっとなんかほっこりしました。あよかったこのルールはどうですか？赤入りの上がりりょんちゃん、ね、この去年もシンデレラリーグって名前は違うけど同じルールで出させてもらった時に、うんうん、やっぱり赤があると結構みんなが前に来ることが多くって、うん、普段、ね、競技の赤なしの方がドラあるから行く、ドラないからやめるっていうのが分かりやすくたんだけど、うん、分かりやすいだけじゃなくて、うん、やっぱりいろんなルールに対応できる人になりたいなって思うから、苦手とか言わずにこれで勝てるような人間になりたいです。素敵事実あんまかけててないけどいやまだまだ戦いは続きますから、はい、では応援してくださる皆様に意気込みお願いします。はい、はい、応援してくださってる皆様いつもありがとうございます。そしてこれからも応援していただけるように精一杯麻雀頑張っていきたいと思います。プリンセスリーグプレーオフも準決勝も決勝も残れるように頑張るので、これからもよろしくお願いします。とても可愛らしい対局頑張ってください、はい、ありがとうございます。城田美代選手でした、はい